はい、のぼこちゃん、こんにちは。こんにちは、こんばんは、じゃないです。ございますね、今日は、2月3日、はい、時間が3時半です。今年初めてのブックオフに来ました、はい、ブックオフスーパーバザールにやってきました。商品はこちら、ドンドドン、すごいな、なんかめっちゃ、ほら、いっぱいあるよ。いっぱいある。例えばですね、はい、ダブルドライバーとかとか、ドリルクラッシャーとか、これは、ね、あ、これはドライブドライバーありますね。他にはどんなのがありますか、紹介してください。ビリーザキッド魂、ほんまや。お、マキシマムマイティ X ガシャッととかありますよ。今日は何を探しに来たんですか。お、たてがみ標準線機や、これいいやん、これどう。これ丸やつちゃん、丸な、うん、こっちゃんが持ってるデラックスビヨンドライバー1600円。ガブガブリボルバーじゃないけどあったよ。ガブリボルバー持ってるな、ガブリボルバー。こっちゃんのもうこれ壊れてるもんな。あ、間違えてんのかな。いっぱいありますよ。例えば、あ、これ何、こっちゃん、ポーズのスイッチいっぱい入ってるやつ、うん、これはこれ何、サウザのドライバー。サウザ、うん、あー、ほんまや、アメイジングコーカサス。あ、これなんで、ほら、これはこっちゃんダブルドライバー。ダブルドライバー、これはあった。あ、メテオ、メテオ、メディーネテな、これはあ、ロゴスクラッシュドライバーやん。ドラゴンゼリーが入ってる。おお、これいいやん、これどう、990円、安い。武器とかもいろいろありますね。あ、これはこれあれやんか、 LION ライオン。お、すごい、あ、さっきのクロやってなかった、見たったな、これ、うん、もやライドウォッチスペシャルセット、こんなんもあんで、これいいやん、プレバーのやつ、ほんまや。カリス、エターナル、クロノス、ポピー、アクセル、ファイズアクセル、すごいね、プレバー売ってんねや。あ、ファイズホン、ファイズホンもやったんで、こっちゃん、やっぱある、うん、ホンちゃんや、当時もんや。お、グッとしたかんで、うん、劇中のサウンドが発動、ファイズフォンは取り外しかの、安いな、思ったより4,400円って。当時もんちゃうんかな、当時もん、あ、でもレジェンドライダーシリーズとかでやるから、あのリバイバル版かもしれんな。こっちの持てよ、うん、いいですね、いいですね。当時版ではないかもしれないです。他にも 箱入れやったらもういろいろあるよ。当時も売ってへんのかい、うん、いや、でもレジェンドライダーシリーズってここに書いてあんねんやんか、うん、だから当時もんじゃないっぽい、うん、出たことあるん違う、どうですか、こっちゃん、やっぱ欲しいのありましたか。ローズドライバーな、ローズドライバーはさすがにないやろな。これ何、こっちゃん、
目が潤う。目が潤う。目が潤うだーって言うの、うん、よう知っとるな。よう知っとるな、さすがに。これあれじゃん、クローズのやつ。あ、クローズや。すぐ出てくんな。すぐ出てこいよ俺。そうそう、クローズのやつや。いろいろあるな。すぐ出てくんな、ほんでこっちゃんな、うん、名前すぐパッと出てくんな。なこれなんや、フォーゼっぽいな。壊れてる。フォーゼのコンセントやな。なあ、あのエレキステーツのやつや。武器多いやん。さすがにオードドライバーはないな。うちもいっぱいあるけどな。なんでこっちゃんこれ。バグルドライバー箱入り。バグルドライバー。うん。新品も結構多いな。新品も結構多いですよ。あ、モアデザイアグランプリ。これ新品やん。サラや。お。これ何？ガシャットギアデュアルアナザー。アナザーパラドックス。こんなんあったっけ。さすがにこのガシャットは知らんかったな。知らんかった、うん、この俺も知らんわ。アナザーパラドックスあんねんな。マニアックじゃないこれ。プレバンかな。ちゃうな。欲しいのありましたか。ファイズ。これなんやろ。サイクロンライザー。サイズかオーズやったんけど。うん。オーズないな。オーズないな。これ何？仮面ライダールパン。ルパン。ルパン何やったっけ？おったな。あ、ルパンおったな。あ、これドライブガイムのやつや。マニアックだな。お、ゼロ三バットクロックゴーストガジェットシリーズ。ゾンビもあるな。ほんまや、ゾンビ。これは今のやつやんか、うん、この辺は新品ちゃいますか。あ、電王はね、電王、電王、電王ベルト。アークゼロドライバーもある。いや、ほんまや、アークゼロや。アークドライバーかっこいい。で、フォーク出品中やってる。いろいろありますね。うん。欲しいのありましたか。ないか。ファイズ。ファイズ。もう一回見に行こうか、ファイズ。ほんなら戻ってこっちゃん、こっち行って。これか、ファイズ本取り外しかな。ピッポッパダンデンバーイプリコプリ。欲しいわ。ここでもね、当時版一回見たことあって。あったな、高かった気すんな。うん、パークル。うん、うまや、うまや。でも安いからこれもあれちゃう。あれ、プラデラって書いてんで。プラデラって何やな、うん、違うシリーズちゃう。
なんかすごいあれで年金の入った箱に入ったやつがあるで。クーガー。うん。なんかシールいっぱい貼ってる。なんか分からへんな。まあ、こんな感じですかね。はい。じゃあまたなんかちょっといろいろこれからいろいろ探して欲しいのがあったら買って帰りましょうか。はい。じゃあ今日は。うん。2023初めてのブックオフに来ました。はい。というお話。でした。じゃのー。じゃのー。おはよう。